とですね、この橋の向こう側に多分神社あると思うんですけど、左手にですね、橋の左手に売り場もありますね。なんか3等1000万で出てるみたいですけど、ジャンボですね。向こうからね、あの橋渡って今度、来たんですけど、ここですね、おそらくね。はい、はい、JRA の聖夜です。はい、ですね、私はですね、今ウィンズ名古屋の方で馬券買って、でそのちょっと空き時間がありますので、こちらにやってきました。闇と書いてですね、暗がりのって読むらしいですね。暗がりって読むらしいです。暗がりの森八幡社っていうところに来てます。ちょっとね、金山のウィンズのね、名古屋で馬券を買おうと思った時に、ちょっと時間があるなと思って検索してみたらね、なんか気になったんで、闇っていう文字がね、で口コミも見たんですが、ここちょっと参拝してこようかなと思っております。そうですね、読み的には暗がりの森八幡って書いてありますね。はい、右横に闇森って書いてありますね。暗がりの森って読むらしいですね。なんかすごい、なんか今まで来た神社とちょっと雰囲気が違うような気がしますね。まず正殿から、あちらに、そうですね、神馬もありますね。池ですね、鯉、鯉が泳いでます。池の中心部にもありますね。あそこ渡れるのかな。いろいろ見たいところが、こっちからも入れるんですね。ここ行ってみたいですね。すごいですね、いくつもあるんですね。あちらにもあった、あちらにもあった、裏側にもあって、こちらにもあると。なんか参拝ポイントが非常に多いですよね。こちらはパワースポットだと思います。鎧塚ですね、あれは多分。どうやらですけど、ここら辺に駐車されてるのは、あの番号書いてあるんで、月決めの駐車みたいですね。こういうとこにもそうやって止められるんですね。隣には公園があるみたいですね。あ、今、そうですね、公園があるみたいですね。こうやってあの高い壁に囲まれてるっていうのは珍しいですよね。この相当高いですよ。何メートルかな、4メートルぐらいあるか。見てください、あの先ほど私参拝したスポットなんですけど、裏側回るともう電気ついてますね。こんな明るいんですけど、この
まあ中はちょっと暗いんで、このぐらいで電気つくんですかね。あ、ここはちょっと進めないですね。うん、ここで再選して、お参りしたいと思います。すごいですね、明治100年記念、1968年で記されてますね。じゃあ新馬行きますか。この横にあるのが、そうですね、新名車、新名車と春日社ですかね。春日社、熱田ですかね。そうですね。こちらが秋葉ですかね。これは何でしょう。これ見てください。この苔がね、すごいんですよ。このクッションみたいにね、すごい弾力性があるんですよ。すごい年月でこうなったと思うんですけど。なんかね、中区正木2丁目の6のようですね、住所はね。すごいですね、あの御神木、すごいことになってます。これだから最初からこうやって作ったのが、突き抜けたってことはないと思うんですよね。これに合わせて作ったんでしょうけど。これ神社の方が貸してるんですかね。チリヌルオヘトって書いてあるんですけど、駐車場を貸してるのかもしれません。所有者がどっちなのかわかんないですけど。そうですね、できますね。第583回のドリームジャンプ3等1000万出てます。はい、暗がりの森、八幡社行ってきました、で祈願もしてきたんですけど、まあロトの方はどうなるか分かりませんけど、競馬の方は3福1000円当たったんですが、まあ取り紙ということで、まあでもあそこの神社パワーあるかもしれないですね。期待したいと思います。まさかの新日本プロレスのバスなんですけど、いや、あれ間違いないですね。あ、違うか、ファンか、違う。やばいんだけど。いや、まさかの新日、すげえ。